新ポイント制度ウェポイントが10月から始まる件です。ポイントの還元はデジタルギフトで最大1万円ほど還元されます。市民の皆様による様々な活動の輪を広げていくため、地域活動や自主防災活動、また健康づくり等への参加を期待しまして、ポイントを付与する、そして取得されたポイント数に応じて最大1万円分のデジタルギフトを送付申請します。ウェポイントを10月1日から開始をいたします。なお、今回の初回特典キャンペーンとしまして、令和7年3月末までにウェポイントに参加登録された方全員に50ポイントをプレゼントをさせていただきます。こちらウェポイント制度、さまざまな政策の側面があります。市民の皆様による地域活動の参加を促したりとかですね、あとは防災活動の参加を促したり、またご自身の健康に気をつける、そういう健康寿命を延伸する活動を促す、そういうものをしっかりと促していくための制度であります。このポイント取得からの流れでございますが、まずは宇部市公式 LINE に登録後、宇部ポイントに参加を開始をしてください。その後、地域活動また健康イベントに参加した場合は、会場等に設置されました QR コード、こちらをカメラで読み込むことによってポイントが付与をされます。そしてポイントを貯める期間は1年間を貯めていただきまして、翌年の1月から2月までの間応募をしていただいて、そして取得したポイント数に応じまして3月に最大1万円のポイントのクオカードを申請をします。このポイント付与となる活動事例ですが、先ほど言いましたが、地域活動や健康づくりにどんどん参加していただきたいというところでありまして、地域のお祭りまた運動会などの準備後片付けに参加された方にポイントをご贈呈する、また自主防災活動などにも参加した時の、そういう地域活動に参加した準備に参加した時のポイント、またしっかりと地域のイベントにも参加されていない方が非常に多いので、そういう方参加された方にもポイントを付与します。またその他、各種健康審査であるとか各種がん検診等に参加された場合、また健康づくり活動等へ参加された場合、また自主的なウォーキング活動、昨年まではスマートウェルネスシティとして健康ポイントという制度をやっておりましたが、それの後継制度がこちらに当たります。その他にも後ほども少しお話しさせていただきますし、先月の記者会見でお話しさせていただきましたシニアお出かけ応援事業、ご高齢者の皆様にしっかりと外にお出かけをしていただくという、この協力店へ来店された場合にもポイントが付与される仕組みになっております。こういうウェポイント制度を活用しながらですね、市民の皆様のさまざまな活動をしっかりと後押しをしていきたいというふうに考えておりまして、今後またこのポイント制度を効果等に定めながらですね、他の活動等にも参加した場合は付与できるような仕組みというものを考えていきたいというふうに考えております。市民の皆様のお振っての参加をお願いしたいと思います。力を